お世話になってます。パルサーインターナショナルアマリーと申します。今日はオルガミンの説明お時間取っていただいてありがとうございます。今日ちょっとスライドも一部使いながら、まあオルガミン昨年もいろいろ紹介させていただきまして、もうすでにいろいろ分かってる方もいらっしゃるかと思うんですけど、再度ちょっと特徴とですね、使い方紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。オルガミンと何かっていうと、魚を丸々と糖蜜を天然発酵させたものになります。国内こういった魚を使った液肥というのは、まあ、他のメーカーさんでもあるんですけど、ほとんどのこういった液肥は身を取って人間がまあ食べて残ったものを肥料にするという考え方がまあ一般的です。ただオルガミンはその身を取らずにですね、まあ、イワシがメインなんですが、丸々魚をもう全部オルガミン用ということで発酵させております。でその発酵過程も実際熱をかけて煮汁にしてしまえば早く肥料化ができるんで、まあ、時間が短縮できるんですが、オルガミはあえてそういった熱処理もせずにですね、天然発酵ということで長い時間かけて発酵させております。で、まあ、その他、マグネシウムとかビロヨウ素類もある程度含まれておりまして、完全に発酵させてますんで、ジストリンカリほとんど含まれておりません。果樹農家さんそこは使いやすいねということで評価いただくんですけど、もちろん春先の窒素いる時期ももちろんあるんですが、まあ、そういった時は他社さんのものを混ぜていただいても結構ですし、ただまあ生育後半になるとですね、あんまり窒素を両面であげると瞬発力がいいんで、あんまりいい影響が正直ないと、その尾としたり、まあ、味への悪影響ですね、まあ、オルガミはそういったものは入ってないんで、シーズン問わずずっと打っていただけるというところも特徴の一つです。まあ後ろ使い方の方で説明があるんですけど、ほとんどの農薬混用可能でして、石灰溶合剤以外、混ざります。ボルドーも混用可能なんで、ブドウは石灰溶合剤以外全部混ざると、桃もそうですけど、そういった簡単な使い方になります。もう40年ほど前からオルガミン製造されておりまして、まあ、日本の味噌とか醤油みたいにですね、ずっと同じところで継ぎ足し継ぎ足しで作っております。秘伝のタレみたいな感じなんですけど、実際分析すると、まあ、アミノ酸が18種類と酵素いろいろ入ってるんですが、その他ですね、なんか他にすごいいいものが入ってるとは思うんですけど、まだそこまで解明が進んでないというところが一つあります。まあ、シャインマスカット、これは笛吹きの方ですけど、まあ、使っていただいて、まあ、非常に葉っぱの立ち具合非常に良かったりですね、味上がり、そういったものも非常にいいということで評価いただいております。おかげさまでオルガミンは非常にたくさんのご愛用いただいておりまして、まあ、山梨、長野で、その他全国的にも注文いただいております。で非常に口コミでこう広がってきている資材でして、まあ、よく結果が出る陽明散布剤ということで、各農協さんとかでも評価いただいております。ブドウに問わずですね、どの作物見てもこの養鶏の立ちと、まあ、葉っぱのおちょこっぱというのが評価いただいております。でブドウに関しては基本的には1000倍希釈で散布いただいておりまして、効果としては、まあ、葉っぱの状態立ち具合が良くなりまして、葉っぱをよく働かせてあげればもちろん玉張りとか味とかですね、まあ、総合的にそういった部分に効果があるということで書かせていただいておりまして、使い方としては発芽直前の防除から収穫前までずっと通しで散布していただきたいです。もちろんオルガミンお金かかることなんで、例えばポイントでここっていうのはもちろん言えた方がいいんですが、オルガミンですね、アミノ酸非常に吸収が早くて常にかけていただく状態が理想的です。基本的にはシャインマスカットの場合、大体山梨県内平均すると10回ぐらい皆さん散布をされている方がほとんどなんですが、例えば1000倍で10回で散布されますと15,000円と、まあ、一旦無常負けると思うんですけど、もし少し安く使いたいということでしたら、ポイントで入れるよりかは1000倍ではなくて2000倍でもいいんで毎回打っていただくと、そちらの結果が非常にいいんで、ちょっとこう倍率をですね薄めにしてもいいんで毎回入れていただくという使い方がよく結果が出やすいです。基本的には1000倍で打っていただくんですが、そういった使い方もやっていただいているところもあります。桃の場合もオルガミ1000倍で打っていただきます。で桃の効果はですね、果実化が減るということで評価いただいております。でこういった陽明散布剤で玉張り良くしたり味良くするとかですね、まあ、そういった商品たくさんあるんですけど、こういった異常気象の時にですね果実化が減るという商材はオルガミ以外には基本的にはないということで評価いただいております。で、まあ、皆さん肌で感じている通り異常気象が年々当たり前になってきてるんですが、そういった時にですね、こういったオルガミン葉っぱをよく働かせてあげて光合成を少しでもしてあげたりですね、結果としては果実化が減るというデータが出ておりまして、林水産大臣に取られた方もですねオルガミン非常にうまく使っていただいております。使ったオルガミンの金額以上皆さん農家さん儲けていただかないと商品の意味がないんで、そういった部分で評価いただいております。ただ桃の場合1点気をつけていただきたいのは、1000倍でずっと最後まで散布しますと10期が 2,3 日遅れる傾向があります。植物としてはいい傾向なんですが、出荷する側の都合でですね、この品種はこのぐらいに欲しいというところ
ところがある場合は、周りと同じ10キロ取る場合は収穫1ヶ月前以降は2000倍で散布していただくと同じような10キロで取れますよということで、この使い方をこう有効利用されてですね、あえて1000倍でずっと投資でやって実をしっかりさせたりですね、そういった効果もさらに高まるんで、この辺をちょっと理解して頭に入れといていただけると収穫がですね、早もぎにならないと、ちゃんと撤去を待っていただいて取ると、まあ、さらにいいものが取れるということで、ちょっと一部桃には注意点がございます。オルガミン自体ですね、非常にいいことたくさん書いてあるんですが、ドーピング的なですね、植物を無理やりこう動かしていいものを取るというものではなくて、植物自体をまあ、健康状態を良くする、まあ、自然の動きをですねさらに強化させてあげるということで、一時期良かったけどちょっと使い続けるとおかしくなるとか、そういったものではないです。あくまでも自然の植物自体を強く引き出してあげていいものを取るという考え方なんで、まあ、長年ご愛用いただいておりますが、使ってってもですねまずおかしくなることはないです。まあ、オルガミン実際こういった県内も動かしていただいて約8年ぐらい経ちまして、まあ、最初の時はまだオルガミンっていう名前も全然知らないよっていう方もほとんどだったんですが、長年使ってみると、最初の年とかですね2年目、非常にいいものがどんどん取れてきて、ずっと使ってるといつの間にかオルガミンの良さが分からなくなって、オルガミン効果あるのかなっていう声がたまに、ここ数年ありまして、そういった農家さん他の商品にたまに浮気されます。そうするとまた1年するとですねほとんど皆さん戻ってきていただいて、やっぱ使わなくなったら調子悪いよということで、一回実感されてですね、そういったことが近年農家さんの方から声がございます。同じ管理をしていただいている中で使用区無使用区比較していただくとよく分かると思うんですが、やっぱ農家さんいいものは全部使うとかですね、そういった形で、まあ、感覚で肌で感じていただければもちろんいいんですけど、まあオルガミンが全てではないと、基本的には皆さんの作業とかですね、鉄器の作業、あと土とか、まあ、そういった基本的なことをやっといていただけるとオルガミンの良さをさらに引き出していただけるのかなということで思っております。最近の状況だと今山梨市の方で40ヘクタールほど管理されている大きい法人さんがございまして、そちらは桃とブドウなんですが、今までずっと桃に使っていただいておりまして、ブドウは今まで使ってなかったです。昨年じゃあシャインマスカットブドウにもちょっと使ってみようということで使用していただいたところ、まあ、1年目だったんですけど、これは去年の11月の8日に伺った際に撮ってきた写真なんですけど、もう落葉が全然違うよと。これがオルガミン使ってる圃場で、こっちはまあ使ってないところなんですが、オルガミン使ったところが青々としてます。使ってないところはもうこの茶色く葉っぱ落ちて、同じ社員ですけど一目瞭然だよと。こんだけ養分ちゃんと蓄えてて、まあ今年が楽しみなんですけど、まあこういった部分で差が見えまして、もう今年からもう全面ブドウはオルガミン入れるよということで評価いただいたんですが、貯蔵養分長く蓄える翌年の貯金ということで、今年もさらに良くで、またそれがまた繰り越して来年ということで、どんどん木の状態を良くするということで評価いただいております。ここはもう毎回防除のたびに1000倍散布という使い方になってるんですが、こういった面白い写真も撮れました。国内海外もそうですけど、オルガミン愛用者は非常に多くて、で、まあ、今後ちょっと新しい取り組みとしてオルガミンを実際使っていただいた農家さんの生の声を聞いていただこうということで、 YouTube 配信を去年秋から始めまして、今年がシーズン通して桃とかブドウ、いろんな農家さんの、まあ、実際の声を撮影させていただこうかなと思うんですけど、チラシではいろいろいいこと言えると思うんですが、実際農家さんにですね直接喋っていただくのを見ていただければ、一番正直な農家さんのコメントストレートの声を伝えようということで、今 YouTube 配信をスタートしたところで、まあ、そういった撮影を進めていきますので、短い動画になると思うんですけど紹介させていただこうと思っております。近年、まあ、省力化ってことでずっと進んでたんですけど、最近農家さん回ってるとですね、タコ壺を始めたりとか、今までやってなかったのを始めた方とかですね、土作りをやり直そうとか、ブドウもある程度お金が取れてきてる部分もあると思うんですけど、まあ、そういった部分で結構皆さん今まで面倒くさくてやってなかったこともですねやりだしたり、考え方がだいぶ変わってきてるのかなと思いまして、そういった部分でもオルガミンもですねうまく有効活用していただければ、さらにお金を取っていただく一つのアイテムとして使っていただけるのかなと思っております。昨年のトンガ の噴火の影響でレイカーということで予報が出てまして、まあ、今年もドン天とかですね、まあ、そういったのが懸念されてますんで、こういった年は特にオルガミン使っておいていただいて、葉っぱを強くですね、木全体強く持ってっていただけると、やらんよりかはやった方が良かったということで評価していただける年かなと思っておりますんで、まあ、もう使っていただいている方もいらっしゃるとは思うんですが、まだ使ってない方はですね、ぜひ一部でもいいんでオルガミン使っていただけると、ブドウで一旦分あたり約1万円かかります。1年間通して使うと、まあそのくらいのイメージなんで、高いか安いか効果次第なんですけど、またぜひ皆さん今年も使っていただいて評価いただければなと思っております。以上簡単なんですがオルガミンの説明になりました。また何か質問あれば後ほどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。